美味しそうな料理をずらっと用意していただきましたが、私はこちらの魚をいただきます。いぶされてて非常に美味しいです。こちら地元の名の浜漁港で獲れた魚、水揚げされた魚を使っているんですけども、こうした地元の料理を味わえる複合商業施設の1階に今日は私来ています。なぜここからお伝えするのか、非常に取り組みが面白いからなんです。実はもともと炭鉱業を営んでいた創業100年を超える会社が今回新たに複合商業施設を作ったんです。で、施設の名前がですね、名の浜ステップスと言います。住宅街の中に地上5階建てのこの施設がオープンするということで、今週の金曜日オープン、それを前に今日はメディア向けの内覧会が山崎さん開かれたんですね。木戸さん、中の雰囲気などはいかがですか？非常におしゃれですし、こちら1階レストランに加えて、はい、カフェもあるんですけど、ここがまた変わってるんです。はい、お気に入りの豆を見つけてくださって、それをですね、うん、今まさにしてもらってますけど、焙煎してくれるんです。いいコーヒーの香りが今漂っています。で、これを買うこともできますし、うん、こちらですね、ありがとうございます、コーヒーの豆を使ったソフトクリームも味わえるんです。おいしそう。もう言わずとも美味しいです。コーヒーのいい香りがしますけど、そしてこの2階と3階にはですね、はい、有名な創業150年を超えるデンマークの家具、それから北海道産の机なども展示販売されていまして、本当にもう厳選した一品物を集めているという施設なんですね。で、今回私たちが注目したもう一つの理由、それはこの地上5階建てのビル、すべての店舗が自社で運営されているということなんですね、山崎さん。そうなんです。私も先日取材しまして、商業施設としてはかなり挑戦的なんです。福岡市西区小戸です。朝から快音が聞こえます。小戸ゴルフセンターの隣にあるのがその運営会社、サワライズです。出迎えてくれたのはサワライズの野口哲則さんです。会社入ってすぐに目を引かれますね、はいはい、私、はい、ここって炭鉱だったんですか？もともとは炭鉱。およそ90年前の航空写真、名の浜エリアはかつて炭鉱の町でした。サワライズはこの地域で炭鉱業を営む名の浜工業として110年前に創業します。ただ時代が移り変わり、1962年に炭鉱を閉山、跡地を有効活用しようと手掛けた事業が、名の浜ドライビングスクールを、開業してますね、はい、結構自動車の普及が急速に成長していると。閉山の27年後ぐらいに隣の小戸ゴルフセンター、炭鉱で多くの土地が残ったものですから、自分たちで事業を起こすのと、あとはお貸ししているという。自動車教習所やゴルフの練習場など、サワライズは炭鉱の跡地を活用した不動産業を軸に、介護やリフォーム、さらには鉄鋼業など事業を多角化。そして今回初めて商業施設の運営に挑戦します。名の浜、小戸エリア、阿多湖エリアの人たちに何か還元できないかと。どっちかというと黒子的な会社だったのが、どっちかというと表にこう出て、でやっぱり認知を上げていく。全て自社で運営しているわけについて、野口さんに私も今日話を聞いたんですけども、これまで110年の取り組みが本当に名の浜の人のためになっているのか、もう一度疑ってチャレンジしていくことが大事だと。これがこのランドマーク商業施設ということをお話しされていました。で、その名の浜の歴史ちょっとたどりますと、炭鉱という話ありましたけど、もともと炭鉱のその従業員と家族が生活したエリアで、この名の浜駅のですね、南側、ここ現在地ですけど、この緑色で塗られたエリアというのは2003年に区画整理が完了して、その後地下鉄と JR の駅が連結されました。非常にアクセスも良くなって、子供連れ、それから転勤者が増えた人気のベッドタウンに山崎さんなったということなんですよね。実は私も3年ほど住んでいたことがありまして、その駅南エリアなんですけれども、すごく店とかも揃っていて生活がしやすい、そして土日は公園も非常に多くの家族でにぎわっているような、なんか子育てもしやすいようなイメージがあるエリアですね。
そうですね、山本さんはどう感じてますか。はい、今お話もありましたけど、あの区画整理されて、あの電線が地下に埋められているので、こう住宅地であるけどなおかつこう開放的なところもありますよね。そうですね、あの、はい、で子育て世帯も増えているというのが一つポイントなんですけど、今4階に私移動してきたんですけど、実はその子育て世帯も意識したのがこの4階、五感とというところ、五感で感じてほしい五感と、こちらは料理教室ができる本格的なキッチンシステム、さらにはですね大型のモニターを使ってタブレットなどと一緒に、まあ学べるような子どもの習い事ができるようなスペース、それからリビングスペースと、まあ題しまして、ソファー、それから子どもたちが遊べるような遊具などもある、こういったスペースがあるんですね。でそれだけではないんです、五感とは。こちらの中にですね本格的なトレーニングができるジム、それから卓球台などもありまして、まあすでに70教室以上が行われるということになっているそうなんです。木戸さん、改めて今日一日取材をしてどんな印象でしょうか。非常にこの施設、あの盛りだくさんだなという印象を感じました。あとですね、まあ、この今回の会社というのはですね不動産事業を柱としているんですけども、その不動産事業を柱とする会社がなぜこういった施設を作るのか、それはですねあのこの名の浜のこのランドマークを作ることによって、名の浜以外からいろんな人が来ることでその価値が上がってくると、そうすると地価も上がって不動産事業の収益もアップするんじゃないか、こういった狙いも一つあるというお話はされていました。この名の浜ステップス、今週の金曜日19日オープンです。中継でした。